長崎県佐世保市の沖合で27日、イノシシが泳いでいるのが見つかりました。泳ぐイノシシが見つかったのは、佐世保市の沿岸から南におよそ1キロの沖合で、第7管区海上保安本部の巡視艇の乗組員が撮影しました。長崎県内の鳥獣害対策を担当している農山村対策室によりますと、海を泳ぐイノシシの目撃情報は年1回程度あるが、木の実などを食べるイノシシの生息環境は良くなっている。あえて海に飛び込む理由がわからないと話しています。